おはようございます。ジアンズの磯貝です。まずお知らせからです。僕のバンドジアンズのニューアルバムヒアインが昨日リリースされました。レコード店そしてネット販売行っております。ぜひチェックお願いします。概要欄にリンク貼っておきますね。ですね、昨日ね、無事、アルバム発売させていただいたわけなんですが、早速ですね、Amazon さんや楽天さん等のですね、オンライン販売でですね、欠品、在庫切れの報告をいただいております。入荷待ちってやつですね。発売前にですね、事前予約してくださった方は、無事にもう届いてるのかな、もしかするともうすぐ手元に届くんじゃないかなと思います。今ですね、世界中で、マスクをつけなければいけない日々を送っていて、店舗にね足を運ぶこと自体に抵抗があって、で今回あえて通販という形で購入を選ばれている方もいると思うので、せっかくねそのアルバムを購入したいと手にしたいと思ってくださっているのに、欠品入荷待ちで、待たせてしまうっていうことに関してはですね、本当に申し訳ない気持ちです。そもそもなぜ発売して即欠品在庫切れ、になってしまうのかというとですね、簡単に説明しますと、店舗に在庫をあまり抱えていないからということなんですね。要はね、1枚しか入荷されてなければその1枚が売れてしまったら欠品在庫切れになるわけです。売れるというかね、見込みがあるアーティストは、店舗のバイヤーさんが余裕を持って在庫を抱えることができるんですが、その見込みが少ないアーティストに関しては、店舗はね、なるべく返品を避けたいので在庫を抱えたくないわけですね。見込みっていう指数が重要で、我々のような弱小バンドはですね、その最低枚数をイニシャルとして入荷してもらってる感じなんですね。需要と供給の話です。これね、今始まったことじゃなくて、インディーバンドあるあるなんですよね。悔しいんですけど仕方ないんですよね。店舗さんのね事情もございますし、とはいうものの、必ずね再入荷はいただけると思うので少しだけお待ちください。もしですね、なるはやで手にしたいと思ってくださる方がいたらですね、先日オープンしたボーファーオフィシャルストアのサイン CD としてですね、販売開始しましたので、そちらからポチっていただけたらと思います。送料はね別途かかってしまうんですが、僕らメンバー3人がですね大事にサインをして発送させていただきます。よろしくお願いします。それとですね、もう聞いたよという方いらっしゃったらですね、ぜひね SNS を通してでいいので、ぜひ、感想をいただきたいなと思います。メンバーだったり、オフィシャルアカウントにメンションつけていただければ、シェアさせていただきます。磯貝の語りではですね、磯貝に話してほしい話題をメールにて募集しております。そして僕のバンドジアンズの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックフォローお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではまた。